ヒョードルゲーデン、ヒョードルゲーデン、ヒョードルロギノビチゲーデン、またはフレデリック・モーリッツ・ファン、ヘイデン・伯爵は、帝政ロシアの軍人、政治家。ロシア帝国陸軍不評代償。1881年から1898年まで、フィンランド総督。1821年帝政ロシアの保護下にあった、フィンランド大公国のすべあぼりに生まれる。ゲーデンの成果。 ファンヘーデン家は、オランダ系で、父ルートビヒジギスムントグスタフス・ファンヘーデンは、オランダの海軍帝督で、フランスがオランダに侵入した後、1795年に、オランダを逃れ、リボニアに亡命した。母親アンヌマリー・アケレイエは、デンマーク出身である。17歳で軍務に就いたゲーデンは、プロテスタントから、ロシア政教に改修し、ヒョードル・ロジノビチゲーデンを名乗るようになる。 カフカスやハンガリーの戦線に配属され、1849年陸軍大佐に昇進する。クリミア戦争では、バルト軍団総参謀長を務めたが、特に目立った軍功は、立てることなく終わった。1855年少々となる。また、これに先立つ1854年に、エリザベータ・ズーボア伯爵令嬢と結婚した。のニコライ・ズボフは、 エカテリーナ二世晩年の長身プラトンズーボフ、公爵の実刑で、宮廷で執事を務めた人物である。クリミア戦争後、主として参謀畑を歩き、陸軍大臣、ドミトリー・ミリューチン将軍の軍政改革にも参加した。1866年には参謀総長となり、1874年軍政改革の一環として徴兵制度が導入されるが、ゲデムは、 徴兵委員会委員長に就任し、関係放棄の整備に尽力した。ロト戦争では、ロシア軍の動員を指揮し、ミリューチンが、戦線指揮のため、不在中は陸将を代行し、戦争の遂行と勝利に貢献した。1870年陸軍大将に昇進する。各種て輝かしい軍歴を持つに至ったゲーデンは、1881年、フィンランド総督に任命された。 フィンランド総督としては、自身もロシアに帰化していたことから、ロシアへの同一化について、抵抗感を覚えていなかった節があり、フィンランドのロシア化政策を支持した。しかし、ミリウチン軍政改革の推進者であったことからも、わかるようにゲーデンは近代化推進論者の一面も持ち合わせており、フィンランド国民からは、ザーリズムの先兵として振る舞った彼以後の総督たちとは異なり、 少なからぬ指示を得ていた。ゲーデンは、官庁、軍、大学における公用語として、フィンランド語の使用を指示した。また、ロシアフィンランド間の関税税率引き下げを実行した。ゲーデンのフィンランドに関する方針の一つに、フィンランドの法的位置の明確化があった。ゲーデンは、フィンランド大公国が、ザーリズムの死によることなくフィンランドの自治政府を明確化しようとした。 しかし、こうしたゲーデンの方針は、フィンランドに親しみを持っていた皇帝アレクサンドル3世の宝御とニコライ2世の即位、ロシアナショナリズムの公用、ゲーデンの公認となったニコライ・ボブリコフ将軍によって、一変し、ロシア化政策が推進され、フィンランドの反ロ感情が強まる原因となった。ありがとうございます。